簡単。iPad、iPhone で自分のテレビ放送局の作り方日刊ビデオレターでスマホに協力アピールまず Google の無料メールの Gmail で YouTube のアカウントを登録しますこれで自分のオリジナルチャンネルが設定されます次に iPad で YouTube アプリが最新であることを確認してください初期の iPad では茶色のアイコンでしたが新しい YouTube アプリは赤黒のおなじみのアイコンになります古いアプリのままの場合または新しい iPad や iPhone5 の場合は最初からアプリがないので App Store で YouTube アプリをダウンロードをしてください。もちろん無料です。YouTube をタップしてログインしましょう。さあ、撮影です。iPad のカメラのアイコンをタップします。 静止画と動画の選択は右下にあるこの部分を右側にスライドします iPad はマイクの位置が2種類あるのでその付近を持たないようにすると音声がきれいに録音されますこのように持つのがおすすめですまた自分取りをする場合右下にこれをタップして切り替えます いよいよ、撮影を始めます。右側中央の赤い丸い部分をタップすると撮影開始です。撮影中は、赤い部分が点滅します。終了するには、赤い部分を再びタップします。ここで、初心者が陥りやすいミスを紹介します。 最も多いのが iPad を揺らしてしまうことですこれは視聴者にとって気持ちのいいものにはなりませんできるだけ手ぶれしないように何かの支えを工夫してくださいいよいよ YouTube への登録アップロードです撮影のあと左下をタップすると撮影した動画が現れます 右上の矢印のついた部分をタップすると共有する選択肢が現れます YouTube を選びます直前の動画ではなく別の動画を登録する場合は左上のカメラロールから選んでくださいタイトル「説明を記入します」 画質は HD にします。カテゴリーは選択肢になっていますのでタップして選びますここで重要なことを説明します撮影後何の確認もなくいきなり公開するとプライバシーの問題などが起きる場合があります登録するこの段階では限定公開とすることを強くお勧めします 管理責任者の方に確認していただいた後、公開に切り替えてくださいアカウントが自分のチャンネルであることを確かめたら右上の青い公開をタップしてください数十秒の短いビデオであれば数分で3分くらいのビデオでも十数分ほどで登録が完了し再生できるようになります それでは、YouTube の管理画面で、限定公開から公開に切り替える手順を説明します。YouTube のアプリからではなく、インターネットから YouTube を開き、ログインします。右上のアイコンをタップすると、管理メニューが現れます。公開に切り替えるビデオにチェックを入れます。 左上にある操作メニューから公開に切り替えます。これで検索エンジンにも登録され世界中からこのビデオを探して見てもらえるようになります。最後に YouTube ビデオのブログへの埋め込みエンベッドの方法を説明します。まず埋め込むビデオの再生画面を開きます。 すぐ下にある共有をタップするとこのビデオの URL アドレスが青く反転して現れますこれをコピーすると Facebook などの投稿画面に貼り付けることができますさらにブログへの埋め込みは埋め込みコードの青く反転したコードをブログの HTML の貼り付けすることによってブログの中に ビデオの再生画面を埋め込むことができます。